高田聖子9月13日から1977年3月19日は日本の舞踊家である。旧芸名は原聖子、本名は中村聖。夫の舞踊家、高田正夫と行動を共にし、浅草オペラの時代に活躍し、夫の創生後も創作舞踊を発表し続けた。1895年9月13日、石川県金沢市に、 生として生まれる。旧姓は不詳。上京し、東京音楽学校に入学した。同学を中退後、内幸町の帝国劇場で、同劇場の歌劇部、オペラ指導者のイタリア人、ローシーに学んだ。同部は1916年に解散になり、ローシーが、同年10月に赤坂、ローヤル館を開業し、オペラ工業を行ったが、原聖子は、 高田正夫らと共に、これに参加した。芸名の原生は、原信子にちなむ。1918年、23歳を迎える年に、同い年の高田正夫と結婚、以降、高田聖子を芸名とした。ローヤル館は19、1919年2月には解散となる。ローシーは渡米、同年5月、小畜が、浅草公園ロックの浅草オペラに参入し、 新生歌舞劇団を結成した。高田夫妻はこれに参加する。1920年8月、根岸工業部三代目の根岸吉之助が、新生歌舞劇団から、高田夫妻、清水金太郎、清水静子夫妻、田谷力蔵、堀田金星らローヤル館出身者を引き抜き、根岸大歌劇団を結成した。同年10月11日に、根岸が経営する。 金竜館で旗揚げ公演を行った。金竜館と同歌劇団を中心に浅草オペラは花開いた。その絶頂期である1922年、夫と共にヨーロッパ諸国、アメリカ合衆国へと立ち、その各地で舞踊を研究した。1923年9月1日、日本は関東大震災に見舞われ、首都は壊滅。 浅草ロックも崩壊し、浅草オペラは終焉に向かったが、高田夫妻は翌1924年に帰国、同年、高田舞踊研究所を開いた。1929年5月24日、満33歳で夫の高田正夫が死去した。夫の没後も創作舞踊を発表し続けた。 1932年から1941年まで、二階堂特予の日本女子体育専門学校で、西洋舞踊を指導した。1939年10月、朝鮮芸術賞の舞踊部門の審査員に、石井清と共に名を連ねる。またこの頃、石井の弟子の舞踊家、最小期と人気を競った。1945年8月15日に、 第二次世界大戦は終結。戦後は、高田門下の山田五郎と共に、高田、山田舞踊団を主催した。1950年、現代美術事前代表作15人展が開かれた、蔡、小島善三郎が描いた、旧作洋画、スペイン層の高田聖子女子が出品された。1959年、全日本芸術舞踊協会を結成、会長に就任した。 同年、四十法賞を受賞。1970年には、君四等法官賞を受賞した。江口隆也、平岡都直、小沢春子、安藤哲子、三木陽子ら多くの舞踊家を育てた。1976年、現代舞踊協会の会長を退き名誉会長となった一年後、1977年3月19日、死去した。 満八十一歳遺没。ありがとうございます。